疲れ様。はぁ、何うちいろいろなこの加工食品を独自で作ってるんですけれども、まあ、その目的の大きな目的の一つは地元の食材を使って全国に展開していく。もちろんレストランとしては地産地消のお店なんですけれども、地産地消だけではなくて、まあ、全国の皆様に食べていただく。その中の一つがお餅だったんですよね。うちの店で使ってるお米は地元のお米 100% なんですけども、その農家さんが、まあ、キネでつき手でこねたお餅がとっても美味しくて、この餅でちょっと勝負してみようかなということで、うちの手作りのカレーとお餅を試行錯誤しながら合わせてちょうどいい具合のものを作り上げて全国に販売するようにしました。2017年度に全国で最優秀賞、各県からの代表がこうコンテストをして第1位になりました、まあ、そのおかげで結構知名度も上がりまして、せっかくですのでね、それこそぜひ食べていってください。いいんですか？はい、ご用意しております。はい、お待たせしました。